はい聖子の三国志、鎮守様が新聞みたいな役割を果たしてるよねって、それをたくさん調べたいろんなことをした結果、まあ、三国志平和だとか、それを小説化した三国志演技があるよね ってなってそこからこうみんながいろんな影響を受けたり、えー、こうやったらいいな実はこうやったんじゃないかなっていうところを、まあ、膨らます創作していく上で、吉川英治先生の三国史だとか、横山光輝先生の三国史、あとドラマや映画っていうふうにつながっていってるんじゃないのかなっていうのを表した図で、でこの中にちょっとあの右の方に書いてある学術論文。 っていうところになるんですけれども、まあ、論文ってなるとね、あの本当にそんなの書くつもりも私はも,も,もちろん書ける気もしないし書,ける書,くつ書くつもりもないんですけど、ちょっとあのきゅって専門的なイメージになっちゃうんですけども、まあ、どこに着眼するかでいろんな自分なりの発見が出てくるんじゃないかなっていうのをまとめてみました。うんうん ありがとうございます。そうですね。なんか、三国史の作品はいろいろあるし、ジュさんの、ねはい、隠れテーマとしては、えーはい、自分でどこに興味を持ってより調べてみたりとか、はいえー、論文である必要は全くないと思うんですけど、自分なりにね、調べたことを、まあ、このスライドももうすでにアウトプットだし、えー、これに出演して,していただいていることももう実はアウトプットなんですけどね。 ただ、まあ、どんな形で、より、ね、あの掘り下げていく、より調べたいと思うテーマが見つかるかっていうところは。見つかるといいなっていう話ですよね。そうですね。ねアホを晒しているようで、もう本当恥ずかしい限りなんですけども。え、のどの辺がアホっぽいですか。私、そうですね。まず、え。まあ、あの。まあ、知らないからアホじゃないと思うんですよ。それは当然ですよね。ただ単に。うん 興味を持つタイミングの違いですよね、うん、しあと、あのそのアホっていうところで今言ったのは、やっぱりね、うん、こう出てても本をきっちり読み切れてないから知らないだとかね、なんでそこでこんな疑問をこの人みたいに思えんかったんやろうとかね、まあ、でも今回の最大の,あの失態は、羅漢中の感を間違えたっていう <laughs> いや、それは別にどうでもいいですよ。だ <laughs> めなんですけど、どうでもいいですよ。<laughs> うん <laughs> そんなところで,す、ね、<laughs> うんでそうですねやっぱり今出ているいろいろな本とかで、うん、とか、まあ、学者の人たちとかがなんでそんな疑問を持ったんだろうみたいなことってうん、うん、疑問を持ったことがない人からすると不思議なんですけどもうやっぱりみんなたくさん情報をインプットしているタイミングが まずあるっていうことと、あと、えー、樹さんが三国史に関しては始めたばっかかもしれませんけど、えー、これまで関心を持ってきた事柄、えー、例えば小学校の頃、えー、あることが楽しかったみたいな、えー、ことと三国史を調べていく中でやりたいことが結びついたりとか、仕事の中で、えっ、ー、と、あったことが結びついたりとか、 例えば僕はね、あの、公開しているんですけど、会社で経理や事務方をやっているので、まあね、うん、その三国時代の人たちの支配がうまくいったりいかなかったりすると、それが企業活動に見えてきたりするとかね。うん、うん。とか、あと、会社で議事録を作るっていうことも、まあ今スライドに表示していただいているみたいな、まあ新聞を作るとか、まあそういったことに、うん 近づいてくるし、どの事実を切り取ってどんな見せ方をしていこうかとかどこを補おうかとかですねそういったことをするときに会社員としての活動と「三国志」を読むというか親しむそして自分なりに分析していくっていう時が全部つながっている感じがしますね。そのののの辺がなんか大人の学問ととしての三国志の面白さかなと思いますね。 だから人物名をね2000人言えるとかねそれはあの小中学生の学問なんですよ、うん、<laughs> できたらできたらすごいんですけど、うん、で次のスライドに行きましょうかはいここのスライドはちょっと頑張ったんで説明しますえっとこれはですねえっと佐藤先生がこう演術さんから総比さん を好き、まあ、気になる、好きになった、推しは演じだって言ってたところのを抜粋してみたんですけれども、それをですね、えっと、どうつながるか,あるかっていうところを調べてみて、目に見えるようにした形なんですけれども、うんえー、っと、オーローっていう人は、 まあめちゃすごい人やなっていうのが分かったんですけど多分あの純育に追去されたすごい人のこの家系図がこの赤書にしてあるんですけれども、うん、まず芝縁と縁術の共通点は間を終わらせようとしたことって多分おっしゃって、うん、でえ違うなう比じゃない <laughs> 違うなこのスライドやめましょう いや、せっかくだから出しましょう。<laughs> ただあの、整理するのって難しいよねって話をしたらいいと思うんですよね。いやは、もう笑っとこう。<laughs> でもち、まあまあまあ、このスライドは間違ってます。言いたいことが全然違います。でも、今言いたいことを、えー、口で説明するスキルが私にはありません。えっと、これでお話をすると、 そうですね、孫作が王楼を攻めて、王楼が孫作に降伏したんでしたっけ知ったのっ一応こう調べたやつの中では降伏したんだけど、その孫作は王楼があまりにもいい人だから何も職を下さなかったみたいな記憶を見たんですふんふんふん。で、行くと、そうですね、まずまあ、 孫作と王羅が、まあ、対立関係にあってたたた戦ったっていうのはまあ一つありだとは思うんですけど、はい、そうですねで王羅の子供が王祝で王祝の母親が不明として王祝の妻がヤン系夫人って何ですかこれわかんないどっかに載ってた <laughs> なんだそれ <laughs> ヤン系夫人 <laughs> <laughs> これ違うんですねなんかどっかで見たんですよこの形図を。 な,なんか中国語のおそらく、うん、あの書かれたサイトをなんか日本語に無理やり翻訳したらこんなこと起きますね。んですかねこれヤンクミみたいなやつですかねよくわかんない,いやでヤンクミがわかんない人がいっぱいいるんじゃないかまあの今の話でいくとあんまり母親が誰かっていうところは重要じゃないんですけど <laughs>、はいはい、そうですね。はい、でえー、っと 芝縁はまあ官ではなくて義を終わらせた人ですかね。そうで,すねでそれを語るんだったらどっかに宗費を差し込まなきゃいけないんですよね。うん、で宗費を差し込むとするとす、まあ、芝居の上司なので、うん、そこに入るのかな。もしくは縁、ね、術と対立した孫作と対立したのが曹操なので。 曹操が登場して、うん、で曹操の息子が曹飛で、うん、で曹飛の,あのお友達が柴井なんですよ。うん、<laughs> っていう感じかな。はい、えー、大変失礼いたしましたいやねでもあのこうやったあのなんていうか人脈とか家系像を作ってみるっていうのって、うんえー、歴史を理解するときにすごい大事で。 で、私も大学で勉強したときに、えー、っと、年表を作るとか、地図を作るとか、形、うん、図を作ると見えてくるものがあるよっていうことは先生に言われましたし、はい、あの、例えば、その渡辺義博先生の本とかだと、巻末、あの、皆さんねあ、あまり見ないかもしれないんですけど、巻末にですね、資料がついていまして、で、はい、そこに、えー、表とか、形、えー、図とか、えー、人脈のですね、図とかが結構書かれてますので、やってることは渡辺先生と一緒ですね。 <laughs> なんかすごい精度の低いものですね、<laughs> これね。やってること一緒ですよってこう一生懸命になだめてくださったけど、すっごい精度が低くて今、げんなりしてます <laughs>。<laughs> いや、まあ、ヤン系夫人はちょっと、ね、よくわかんない <laughs> <laughs> どっかで見たんですよ。ヤンってどこから来たのかなこれ王、まあ、あの調べたらわかるかもしれませんけどね、王ヤンじゃなくて、実はワンなんかな いやそういう問題じゃないです、漢字 <laughs> が絶対あるはずなんで。<laughs> まあ、でもこれをあの、まあ、間違っているんですけれども、作ったことで、えー、と気づいたことが、はい、ま諸葛亮孔明の学んでた慶修学っていうののライバル学みたいなのがあるんだよ、それはロ路さん、ュクさんがやってたことだよって多分、学んでたことなんだっていうふうに。 言ってらっしゃったと思うんですね。はい。はい、で、それがあのさっき話してた新一説だっていうところを。うん、えっと。勉強す。ることができたっていうか、行き<あ>つけたんです。なるほど。それまで新一説っていう言葉は知らなかったんですね。ああ。漢字も難しいですからね。はい、えまあ、あの書けなかったですね。新一説の新。 ごめんで終わりましたね手では書けないんですけどね、まあ、一応字幕出しときますけどねはい諸葛亮が学んだ学問は慶州で学んだから慶州学なんですよね、うん、で欧祝、えー、が治めているのもどちらかというと慶州学に近いんですよねはい。 でただ、その2人、うん、が共通の敵として見なしているのが、まあ、真意とかをやる、まあ、学問だったりするんですけど、うん、じゃあ、真意説っていうのは、誰,誰が真意、まあ、説を、まあ、あの得意としていた人っていうのか。として、諸葛亮とか王しくは、真意説と敵対的 <laughs> だったって僕が言ったら、うん、誰が真意を担っているんだっていうところが謎になりますよね。うんうん うん、でそれでいくとですね、えー、五感の常識なんですよだから五感の人たちの頭の中は基本新印説を賛同していますだからあの五感を作った初代皇帝って分かりますで終わってしまう <laughs> いやそれはみんなきっと知ってる。えー <laughs> 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 あのなんとかってあそれは全冠作った人っすね<ー>五冠です五冠まあともあれそのね五冠を作ったのは甲武帝龍州なんですけど、うんえー、この龍衆が皇帝になる時つまり五冠を作る時にとても大切にしたのが神意思想なんですよ、うん、なのでまあ神秘的な予言みたいなものとか、うん、昔いらっしゃったね講師先生とかが 漢定国が出現することを予言していたとかね、うん、してないんですけどね。<laughs> っていうその今の、まあ、我々から見ると若干なんか合理性がないような嘘っぽいようなうえことをまあ基本五感ではえー、っと常識としていた。わかりましたということなのでそのさっきねあの話が戻ってくるとえー、っと。 駅州に赴任した、えー、初代駅州僕の、うん、劉翔の父親、名前分かりますか、ね、これ動画だと前回とかになっちゃうのそう、劉縁ですね。動画だとね、前回とかになっちゃうのかもしれないですけど、<laughs> で、劉縁。 とかも、えー、その真意の学問に、えー、沿ってですねえー、っと習に入っているし劉備が皇帝になる時の根拠って劉備が皇帝になることを予想している予言書がいっぱいありますっていうのが劉備が即位した根拠なんですようんだから物語だと劉備に人徳があるから皇帝になるみたいな,なんかそんな話でしたっけ物<で>がえー、っとそうですねはい だからまあ人徳がないとは言わないというか、それは別の議論なんですけど、まあもしくは必要条件、まあ人がね、ついてくるだけの、あの、帝王としての力量がなかったらダメっていうのは基本としてあると思うんですけど、その上でも、劉備が皇帝になる直接のえ理由付けになったのは、真意とか予言だったりするんですよね。見通しを話すとですよ。見通しを話すと、あの、三国志っていう歴史書があるじゃないですか。 聖史三国史で、聖史三国史って、はい、まあ、あいろんな見方ができる、なんで作られたかとか、どんな性質がある書物かっていうことって、いろんな見方ができるのは当然なんですけど、ある一つの見方をするならば、え、陳って出身地どこだかわかりますかえっと、蜀そう、そうなんですよ。蜀の派生軍っていうところなんですけど、蜀出身なので、陳樹、はい、もなんと真意がと、 をを得意とする職の学問を学問んでるんですよで当然歴史を書くぐらいだから歴史書の勉強もしてるんですけど陳述は「三国志」という歴史書でやりたかったっていうことの中にはなんとその「食の学問」の予言というものは成就するんだっていうことを証明しようとした語ろうとした部分もあるというような分析も成り立つそうなんですよ。 なんかその前回からのお話っていうのが、結局、つながってきてるっていうところがすごいなあと、なんか一つのショートショートで終わっていないっていうところに今、すごい感動してます。 本とかを読むと一つ一つのことが <laughs> えっと、ね、書かれていってるけど、まあ、著者の頭の中ではつながっているのかもしれないけど例えば安易につなげるとつな、うん、げた責任が発生するから余計たくさん書かなきゃいけないことが増えていって、うん、そしたらもう分厚い本になっちゃうよっていうのがあるから、うん、なんか個別の、ね、情報だけになってしまったりとかしていて。 以前、ね、話題に出した三国志の入門書とかでもあの、うん、僕が例え話で出したんですけどあのよく、ね、あの魚をたくさん、えー、授けるのか、うん、魚の取り方を教えるのかっていうのってよくビジネス書とかでもあるじゃないですか。に、うんまあ、言うとこうやり方を,を教えてもらうのか。あ なんて答えたらいいのまあその結果や成果だけを与えるのかっていうことですよね。で行くと、はい、そのね、入門書ってどうしても、結果や成果だけを、うんえー、シンプルに切り取って羅列するだけに終わりがちになります。うんうん、でそうするとあの、読んだ人はいつまで経っても自分で調べることができないしまた、羅列されるからつながりが見えなくて、うんえー、大人の頭には入ってこないんですよ。うん、なんですけど、えー、そこは えー、魚の取り方自分の調べ方や考え方とか、ねうん、つながりを、えー、この、えー、場で学んでいくと自分でも、えー、調べ物をしたりとかしやすくなるかなっていう話かな、うん、はいはお後がよろしいようでう、ね、やり方を学ぶっていうのかねあの学ぶ自分のものに ちょっとずつでもいいからしていくっていうことが大事だよっていうことですね。そうですね特に大人だからこそえ自分で方法を身につけてで方法を身につけるプロセスで過去の経験とか昔勉強したこととかにもつながっていく。わかりまままましししししたたよろくおお願願いいいいすすあありりががととううごござざました。